こうです、できました。おおほう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 、ああ、なるほど、枕確かに、まあちょっと、うん、首んとこに当たるぐらいで、まあ割とこれはこれでいいか。あ、少しこう深めに行くといいっすね。はいはいはい、どう、お疲れ様です。今日は11月10日でございます。はい、今日はですね、出張レッスンでございます。2つ、まずはね、高円寺に行きます。今ね、石井さんのところにセミアコ預けてるんで、レスポールを持ってきてます。重たい、セミアコの方が重たいような気がするんだけど、レスポール重い。オンラインレッスンでね、昨日レスポール使いましたけど、まあその前のレッスンでも使ってたんだけど、要するに2時間ぐらいかな、背負ってたわけで重たい。セミナコについてたね、ストラップがね、ボロくなっちゃって、でとりあえず石橋に売ってたフェンダーの安いやつ、1000円ぐらいのやつ、あれがこうゴムっぽい素材でビヨンビヨンって伸びるやつだから、あれが結構いいのかもしれない。今日帰り行ってみようかな。このレスポールについてるやつもそういう素材というか、そっち系の作りはしてんだけど、もう古くてね、伸びきっちゃってんですよね、ゴムの部分が。苦しはい、出張レッスン行ってきました。1軒目で、次はですね、明大前に移動します。で今日ね、このギブソンレスポール持ってきてるんですけど、これのケースもね、帰りちょっと買おうかな。楽器屋さん石橋、帰り寄ってみようかなと思います。ストラップとケース、これ不次元のギターについてきたやつなんですけど、もうだいぶボロボロでちょっと不安なんで、よくよく考えてみるとね、レスポールをこう持ち歩くって結構ね、不安ですよね。こんなテロテロのケースだとネックがね、ちょっと心配。このレスポールはね、ギブソンのヒスコレの2000年の極級モデルだったかな。多分ね、今ね、80万ぐらいすると思う、これ中古で。当時ね、36万だか、そんぐらいで多分買ったんですけど、もう10年ぐらい前になると思うけど、もっとかな、もっと前かもしんない。そんなギター、テロテロのこんなケースに入れて持ち歩いてる人いないよ。
like I'm clinging to a cloud. I can't understand. I get misty just holding your hand. はい、出張レッスン終わりました。ね、帰りはね、池袋寄ってちょっと石橋楽器でケースとストラップ見てこようと思います。はい、ギターケース買ってきました。これは石橋のオリジナルのセルバっていうブランドのやつなんですけど、7900円ぐらいだったかな、がっちりしたやつで、ストラップも買ったんですけど、前回のフェンダーのやつのセールのやつはもうなくて、今回セールで1000円だったのがアイバニーズだったんで、とりあえずアイバニーズのストラップ買ってきました。帰って試してみます。はい、戻ってきました。疲れた。疲れてね、ちょっと戻ってきてすぐにね髪を取りました。はぁ、疲れた、ほんと。で、とりあえずね、荷物が届いておりました。こちらはアマゾンですね。これはキャンプの椅子です、多分。お、こんな感じ。意外とでかいな。一応開けてみようか。こんな感じです。12月の4日、違う、12月の6ぐらいだったかな。キャンプ行くんですよね、山口さんと。はい、12月の6です。前回は、借りたんですよね、山口さんのやつ。おう、枕がついてます。で、ケースとこんな感じでくるまってますね。中には足、結構重たい。これ軽さ重要だからな、重たいな。まあいずれはね、ソロキャンプができるようになったらいいなと思って、まあちょくちょくこうやってなんか機会があればね、アイテムをね買い揃えていってはいるんだけど、こうですね。ここにおたたたと、これをつけます。こうですね、こうですよね。いや、こうのはずなんだけど、あれ、ちょっと待って。いいんだよな、まず足立てて最初に上を取り付けてここに通すってことでしょ。でもこんなに開かないんですけど、強引にやっていいの。え、違う気がする。え、こんなパンパンに張ってていいの。違う気がするんだけど。え、ちょっと待って。でもこっちが上だよね。合ってるな。え、じゃあ割とグッてやってやるってこと。グッとやって、あ、行きましたね。ちょっとこう力でグッと縮めながらですね、ちょっと曲がってもんね。だってでも こうやるっぽいよ。で、下を取り付けます。結構グッとやりますよ。はい、できました。あ、はい、枕こうです。できました。おう、ほう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 、ああ、なるほど。枕確かに、まあちょっと、あ、少しこう深めにいくといいっすね。はいはいはい、あれ、ここにポケットがあるんで、あ、スマホをこう入れとくとかね、ペットボトルとかも入れておけるかな。次回のキャンプはこういう感じですよ。マイチェアがあって、でテーブル買ってあるからね、テントあるでしょ。キッチングッズというか鍋の、こう収まるやつも買ったから、料理したやつをテーブルに並べて、コーヒーカップもあれついてたし、コーヒー入れて、こんな感じですよ。今度いいね、快適です。で、はい、あとね、買ってきたのがこちら、セルバのねセミハードみたいなやつ、それプラスストラップですね。で、なんかついてきた、今回ピックと付くやつ、
ただね、このストラップがね、明らかにしょぼいというか、まあ、あの、フェンダーのゴムみたいなやつも、しょぼいなって印象はあったんだけど、これもまたね、しょぼいなっていうか、どうなんでしょうね。アイバニーズ。これが2000いくらとかのやつが990円みたいな感じ。チャッチーな。ちょっとクッションっぽい。伸びる余地はない。ダメかな。どうなの。いや今日めちゃくちゃ疲れたわ。やっぱ重たいんだよな楽器が。それかもうケースがしょぼくて持ち運んでて肩にこう食い込んできて。いやレスポールを持ち運ぶのもう嫌だな。と言ってもしょうがないんだけどね。出張レッスンの時持ってくギターがさないからストラトはあれ半音下げだし。まあ半音下げでもやれないことはないけど、なるべく同じ条件でレッスンはやりたいじゃない。じゃあレスポールのストラップちょっと変えてみましょうかね。ロックをつけてるからこれを一旦外し、この元々ついてるストラップ、こちらはですね、結構高かった記憶があります。伸縮性がありますよっていうやつで、ただまあこのゴムの部分は結構もうボロボロになって劣化しちゃってるんだけど、なんかもうこれちぎれる多分こうグーってやったら。そんな感じで、これ確かもう一本ストラップ持ってたような気がするんだけど、あこれについてるね今ね。あっちももうダメなんだと思うけどね。結構長いこと使ってますから、これはそれこそこのレスポールと同じぐらい使ってるんで10年選手ですよねきっとね。長さ調節するか、ちょい短くしたいけど、あなるほどな。あどうやっても元よりは若干長くなっちゃうんだ、一番短くても。そっかそうか。まあとりあえずつけてみるか。そう、今日石橋楽器でストラップ見てたら、なんかカップルで来てる人がストラップ探してて、でなんかスベスベの素材を探してるんだみたいな、その彼氏が言ってて、なんでってなって、そしたらこれこう回すのにスベスベじゃないとこうストッパーがかかっちゃって回んないからって言ってて、回す人いるんだと思って今時すげえなと思って、そんなことやれないんですけど、ね、こうグーンってやってこう回すやつ、あれをやるにはスベスベじゃないとみたいな、マジでっつって、そこ基準でストラップ探す人初めて見たんだ。これ一番短いです。じゃあこれが長くなっちゃう、これがまたすぐこうなんだろうな、伸びてきちゃいそうな感じで嫌だけど、まあでもこんなもんか。なんかちょっと長い気がするけど、ロックやる分にはいいのかもしれないけどね、もうちょい短くしたいとなるとここを短くするしかないんで、固定した上で、そうするとこうやって折って、で安全ピンかなんかでやるんだよね。これはやってなかったけど、あっちはやってんだよ実は。ここに安全ピン、あれもらっちゃおうか。どうだこれ、高いか。もうこれぐらいも弾きやすいな。まあ一旦これでいきます。あとで使いながらですね。でこれも石井さん行きになりそうです。あんまり元気がない。ちょっとこれは要検討ですねストラップ。ちょっと不安ですねこれは。まあいっか、一旦はい、これってことにします。でこのケースはまだ使えるっちゃ使えるんで、一応は取っておくけど同時に持っておくことはないわけだから、ここにもう一個しょぼいケースあるんだ、これも含めて。ほら封印。でこちら新しいやつ、これはねだいぶ安心ですよ。ここがまずついてるでしょ。これでこうやって置いてもボディが直接地面が当たらないし、はい、ここは折れないし、ね、でこいつもついてますね。これでネックをサポートします。はい、ここね。でここからこれを取り出す。これでこうですよ。あ、だいぶねやっぱいいね、肩の負担がなんか軽減されてる感じする。いいです、十分です。はい、
これアコギケースと同じだね。実はあの奥にも当時のセルバーかなギターケースと同じようなやつあって、それはもうあのストラップが壊れちゃってるかなんかで使ってないんだけど、この中にも実はストラトが1本眠ってるんですよね。多分デュオまで1回も登場してないけど、実はこの中にストラトが入ってます。よし、じゃあ椅子を畳みます。なんとか収まりました。結構ずっしりしてるけどね。はい、新しいアイテム椅子です。